ケンチです。今来来県に来てます。来来県、なんかパッと見たんですけども、この日高屋さんに似てるかなっていう、なんかこのメニューなんですけども、まあ、とにかく来来県初めて来ました。今赤羽店に来てますけども、本当に今お昼です。まあ、お昼飲みするんですけども、まあ、その中でちょっとね気になったメニューがあって、なんかちょっと見てください。こちらが来来県のメニューになりますけども、まあ、この、ね、まあ、ホッピーの、ね、セット、まあ、これは確かにいいんですけども、まあ、このイカの揚げとかですね、あとはね腸詰めとか、まあ、この辺あたりがちょっと興味があるかなと思います。まあ、とりあえず入ります。ニンニクの丸揚げあるわ。いやー、ニンニク丸揚げね、この後ねちょっと、まあ、いろいろこう用事がありますんで食べるわけにはいかないという、ホッピーの黒セットと、はい、でこのおつまみネギチャーシューと、はい、で腸詰め、はい、以上です。まあ、いろいろ考えたんですけども、このおつまみネギチャーシューやばいじゃないですか。このネギこんだけ入ってる、もうシャリシャリ言いながら食べますよ。というかこの腸詰めの方のこの乗ってるこのネギと、このネギとヘッドしたこのネギ同じかもしれませんね。前ね食べた時、その日高屋さんに行った時はこの銀杏オリーブオイル漬けをこう食べたんですよ。これとそら豆と餃子と食べて、あとはその、まあ、ホッピーを注文したんですけども、いや極めて近いですよね。あ、え、ちょっと待って、日高屋とか言ってくれ、日高屋なんだ。このホールタイムハッピーアワー、ここでも、ね、日高屋さん前行った時に書いてたんですよ。間違いなしです。来ました、バーン。めっちゃ早い、一瞬で来ました。スピードメニューだったんですね、こちらは。とあとはですね、腸詰め、うん、あ、いいですね、こうすぐ出るのはいいです。あ、なんかもう香り高いですね。いや、香草の香りがします。では入れて、トコ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 、よっしゃ、切ったぐるっと、まずホッピーいただきます。ネギチャーシューいただきましょう。ネギってなんかこう青ネギを思い出すんですけども、いや、そうじゃなくて、まあ、ちゃんとこの白髪ネギですよね。結構、あ、ネギ、うん、ネギのシャキシャキ感たまりませんね。で上のこのチャーシューのタレ、タレが美味しいです。タレがこのネギをさらに美味しくしてるという。初めにネギって書いてますから、やっぱりネギを食べるためにこのチャーシューがこの脇役ですよね。ここすごい、めっちゃ美味しい。歯ごたえめっちゃいい。次は腸詰めです。台湾ですごいメニューがありまして、大腸小腸包みと書いて、大腸が小腸包み、まあそんな感じですね。台湾で食べる同じような味がします。香り高いとか香草なんかな、香草っていうか、このなんかこう香りがその日本風ではないですね。だから普通やったらソーセージとかっていう表現するじゃないですか、まあ、ウインナーとか、まあ、ソーセージですね。そうじゃなくて腸詰めって書いてる時点で、まあ、この辺で味がテイストを醸し出してるこのテイストですよね。台湾で食べる大腸小腸包みのこの味付けってのはちょっと甘いんですよ。結構甘いです。だからもう同じ甘めです。
次はこのネギ、いやネギ盛りだくさんですよ。わうん、ネギめっちゃシャキシャキ。いやこれ食べたらマジでこの台湾に来てこの夜市屋台で食べてるような、まあ、感じがしますね。で向こうではこの白髪ネギと一緒に食べるっていうことはないんですけども、ネギって白髪ネギをこの風にねこの糸みたいにするってめっちゃ邪魔くさいじゃないですか。だから、まあ、大体この青ネギで済ますんですけども、でもたまにこういう風にするんですけどめっちゃ めんどくさいからちょっとしかないんですよ。だからこの中でこんなもう盛りだくさんにこのネギ使用してるネギの量っていうのはやっぱり大田県さん、いや日高屋さんならではじゃないでしょうか。うん、もちろん中注文するんですけども、多分日高屋さんと違うのはその日高屋さんと比べるから悪いんですけども、なんか比べちゃうんですよね。同じメニューがありますから、なんかピポンってないんですよ、ピポンって。だからちょっと結構忙しいんで、なんかすいませんって呼ぶのがなかなかちょっと、あ、すいません、中お願いします。はい、いいと。でも U タイミング逃したらね、さすがずっとぼーっとね、待っとかなあかんっていうことがありますから。普通中っていうのはこのグラスをね、この持っていって、で新しいグラスなり、これをこのなんかこう先をこう入れてですね、でそ持ってくるんですけども、日高屋さんの場合はね、このなんかプラスチックのカップにこのお酒を入れてどうぞっていう、どうぞっていう感じで来るんで、そのタイプで来るような気がします。こちらやっぱそうですよね。こう入れると、で前はこのホッピー2杯しか入らなかったんです。だからこのジョッキー自体は大きいので、だから今回もまあ2杯ですね。そうですね、まあ2杯です。大体ねこの店によってはこの 3杯いけるんですよ。3杯飲めるんですよ、このネギまみれチャーシュー。よくありがちなんですけど、ソースって意外と使い回しが多いんですけども、このネギまみれチャーシューとこの前の超包み、このソースが同じじゃないかなと思って食べ比べたんですけど全く違いましたね。こちらちゃんとねこの和風テイストで、こちらはやっぱりこのアジアンテイスト。いやーいいね、昼から幸せです。味がねまとまりすぎて優等生すぎるっていうことがありますから、ちょっとおそうネギっていうのはさっぱり感じゃないですか。でこのチャーシューはどっちかっていうとまったり感、パンチがなかったんですよ。パンチを加えることによって完成されるこの味、これめっちゃうまい。胡椒を入れることでこのネギのさっぱり感が驚愕になる。これもちょっと胡椒をかけましょうか。まあ、これは本当に、ね、個人の好みになるかと思います。ちょっとこの甘いソーセージに胡椒、ここは。
ちゅうけど、うまくしちゃいけない。すいません。だから大ちゃん走ってきて、絶対。はい。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。